インサイドキック。軸足は必ずボールの横に置かないと正確に蹴れないぞ。ポイントは足の内側で押し出すように蹴ることだった。ロングパスで使うインステップキック。コツは足首をしっかり伸ばし、足の甲でボールの中心を蹴るんだ。大振りするんじゃなく、コンパクトに振り抜こう。ボールを受けるトラップ、ボールコントロール。インサイドトラップのコツは、ボールを切るようにして止めることだった。足の外側でボールを止めるアウトサイドのトラップ。体を横にしてボールを切れば勢いを吸収できるぞ。そして足の裏を使ったトラップ。ボールを止めて押し出せば次のプレーがやりやすいぞ。サッカーは常に対戦相手がいるスポーツ。状況判断をしながらボールコントロールすることが大事だ。